フランスはジェラール・ジョルジュ・ニコラ・オランドは、フランスの政治家、第24代フランス大統領、アンドラ共同大公を務めた。1954年8月12日にセーヌ・マリティーム、ケン・ルーアンにて、自備ン講科の医者であるジョルジュ・オランドお父に、ソーシャルワーカーのニコール・トリベールを母に誕生する。パリ西部近郊のイーシュル・セーヌに居住し、リセパス・トゥールに通った。 1972年、バカロレアに合格。パリ第二大学で法学士の学位を取得。1974年以降、ヘック経営大学院とパリ政治学院に入学。シアンスポーでは公共政策のディプロマを取り、また、フランス全学連の委員長を務める。さらに、フランスはミッテラン支援委員会の委員長を務めていたが、1979年に、 オランド自身社会党に入党している。1980年にフランス国立行政学院に入学し、セゴレ・エヌ・ロワイヤルともこの頃に出会う。エナを7番で卒業後にフランス会計監査院の検査官となる。その後は、ジャックあたり、ジャック・ドロールの後押しにより、フランスはミッテランの3時間となる。1981年に、 ジャック・シラクの対立候補として1981年、フランス議会総選挙に立候補するが、第1回選挙で敗退する。シラクが50%以上の得票率であったのに、対し、オランドの得票率は26%でしかなかった。しかし、ミッテランの大統領選挙勝利によって、側近であるオランドは、大統領官邸での任務を担当することになる。 1983年に、ピエール・モーロは内閣で、次々に現れた二人のスポークスマンである、マックス・ガロとロラン・デューマの官房長となる。同年に、市町村議会選挙に立候補するが敗れ、ジャック・シラクの選挙区であるコレーズ県、ユッセルの市町村参事会員となる。1984年に、派閥争いに嫌気がさし、数人の友人で特にジャン・イブイコールルドリアン。 ジャンピエール・ミャアル、ジャンミシェル・ガイアールなどとともに社会党の超派閥集団を結成した。1988年にミッテランの大統領が再選された後、コレーズ県第一選挙区で53%の得票数を得て国民議会議員に当選。同年から1991年まで政治学院で第三学年の学生に経済学を教える。 1990年に、レンノの党大会でモロアメルマッツジョスパンの同義を支持した。1993年に国民議会議員の任期を終了すると、1997年まで、ジャックドロールの政治集団、クラブテモアム主催する。現在彼は名誉会長を務める。会計監査員行政官としてのオランドは、弁護士職と同等の資格を持っており、 しばらくの間友人のジャンピエール・ミニャールの事務所で働く。オランドとセゴレーヌ・ロワイヤル。1994年に社会党で経済問題担当全国初期となる。ジャック・ドロールが大統領選への立候補を断念した後、リオネル・ジョスパンに接近する。ジョスパンは自らの大統領選挙キャンペーンの また1995年10月には社会党のスポークスマンに起用した。多元的左翼勝利の後、1997年に再び大義士となり、ジョスパンも首相に指名された。ジョスパンは自らの後継者として社会党第一初期の地位をオランドに託した。以後10年間にわたってフランス社会党第一初期を務めた。 調整型と言われる反面リーダーとしての決断力に欠けるとの声もある。1999年に欧州議会議員に選出され、社会主義インターナショナルの副議長に選出されている。2001年からはチュール市長も務めた。2007年には同年の大統領選挙にも出馬したセゴレーヌ・ロワイヤルとの事実婚関係を解消した。 その後ジャーナリストのバレリー・トリール・バイレールと事実婚関係となった。2012年フランス大統領選挙への出馬を目指し、社会党の予備選挙に立候補を表明した。2010年10月に行われた予備選挙の決選投票で、現在の第一初期であるマルティ・ヌ・オブリーを破り、大統領選挙の公認候補に選出された。2012年4月22日に施行された2012年、 フランス大統領選挙第1回投票で、得票率28%を獲得し、現職のニコラ・サルコジを抑えて第1位となったが、過半数を獲得できなかったため、規定により5月6日の決選投票に持ち込まれた。5月6日の決選投票で過半数を獲得し、サルコジを下して初当選を果たした。2012年5月15日に、エリゼグーで就任式が取り行われ、 正式に第24代フランス大統領に就任した。新内閣の首相には、ジャン・マルク・エロー社会党議員団長を指名した。また、大統領選挙での公約通り、女性閣僚を34名のうち半数の17名に増やし、大統領と閣僚の給与を30%削減した。富裕層を中心とした増税策を次々と打ち出し、百万ユーロを超える所得の フランス人は75%の富裕税を課されるようになった。これを受けて実業家や俳優がフランスから他国に移り住む事例が増えている。2013年1月にはマリ共和国政府の要請を受けてマリの反政府勢力への拠点に空爆を行いフランス陸軍も展開した。2月2日には軍事作戦が続くマリの首都バマコを訪問して市民向けの演説や 軍事施設に激励を行ったほか、9月19日には、新大統領の就任式のため再び、バマコを訪問している。2013年5月18日には、同性結婚の合法化案に署名、成立させた。2013年6月には、フランス大統領として17年ぶりに、日本を訪問した。オランドは、数人の大臣を含む総勢40人の、 代表団を伴っており、天皇、皇后及び安倍晋三首相などと会談した。失業対策や経済政策を重大な公約に掲げて大統領に当選したが、就任以来フランスの経済は低迷を続けている。財政赤字は公約した。国内総生産の3%を超え、失業率も増えて10%を超えている。2013年10月。 フランスの調査会社イプソスが行った世論調査ではオランドの支持率は24%であった。これは1996年から調査を始めてからの歴代大統領の中でも最低である。2014年1月女優との不倫が発覚。これによりトリール・バイレールとの事実婚関係も解消した。2014年1月16日 オランド大統領などに抗議する男性が、パリの国民議会前でマグソを巻くパフォーマンスを行った。2014年1月14日には、家族手当の原資となる企業拠出金を2017年までに廃止するなど、企業を優遇する方針を発表した。フランスのメディアからは、それでも社会党政権と言えるのか、結局サルコジ全右派政権とどう違うのかという声が出ている。 さらに、事業家のみならずサッカーリーグなどから反発を買ったばかりか、税収がはかばかしくなかったために2015年1月1日付で75%の浮遊税を廃止した。2015年1月のシャルリーエブド襲撃事件や、後日の11月のテロ事件の直後には、いずれも一時的に支持率が上昇したが長続きせず、ふっついふの世論調査によれば、2016年4月には、 就任以来最低の14%まで落ち込んでいる。同年11月にはパリ同時多発テロ事件を受け、報復としてシリアの落下でアイスセルを標的とした大規模な空爆を実施した。その後、議会で演説し、フランスは戦争状態にあると述べ、空爆を強化する方針を表明した。2017年フランス大統領選挙への立候補を検討していたが、 低迷し続ける経済雇用問題や支持率により社会党内の意見が分かれ、オランド自身も私が立候補しても力を結集できないとして2016年12月に人気満了と共に大統領を退任する方針を明らかにした。現職の大統領が2期目の出馬を断念したのは現在の政治体制であるフランス第五共和制になってから初めてのことである。 2017年5月14日、任期満了で退任した。後任に、オランドの側近として、大統領府副事務総長や経済、産業、デジタル大臣を務めたエマニュエル・マクロンが就任した。EU 側はフランスに、構造改革実施とフランスの政府債務削減を要求している。オランド政権は、失業率が10%を超える状況が継続している中でも、 構造改革を急ぐことを EU 側に約束している。オランドはフランス国内の雇用の流動性を高めることを望んでいる。2015年秋にはフランスの社会モデルは分解して改良しなくてはならないとまで述べている。2016年1月下旬、オランドは労働市場の本格的な構造改革を断行し始めた。 2016年1月時点での現行法では企業は従業員の非自発的残業に対して1時間あたり1割から5割程度余分に給料を払う義務がある。だが今後は従業員をより安い手当で残業させる権利を企業が得ることになる。マニュエル・バルス首相は週35時間労働への例外はもはや法律違反ではないと述べた。エマニュエル・マクロンは オランド政権下での経済大臣であり、ロスチャイルド銀行出身である。マクロンは、経済政策に関しては労働者よりも企業よりであり、さらなる構造改革を望む。マクロンは時間外労働への手当義務をスクラップに従っている。ブノはハモン教育大臣はこの動きに逆らい大臣を罷免された。労働組合やフランス社会党の中の左派も、 オランドの労働市場改革を批判している。オランド政権の労働市場改革に抗議するためのデモが2016年3月9日に行われた。パリで2万8000人が参加し、フランス全体では約40万人が集まった。オランドの改革案が可決されれば、企業側が従業員を解雇しやすくなり、退職慰労金にも上限が課される。デモでは、 従業員を解雇しやすくする法改正を支持したフランス企業運動にも怒りの矛先が向けられた。パリのデモ隊は午後にはレピュブリック広場に集結した。国民議会ウェブページによる。パートナーであった政治家セゴレーヌ・ロワイヤルとの間に4人の子供がいるが、事実婚関係を解消した後、ジャーナリストのバレリー・トリール・バイレールと民事連帯契約となった。 結婚はしていないので、アメリカのメディアなどは、バレリーとリール・バイ・レールを、ファースト・レディではなく、ファースト・ガール・フレンドと呼んでいる。2014年1月11日、フランスの女優、ジュリー・ガイエとの不倫疑惑が報じられた。オランドは、プライバシーの侵害として、報じた芸能史を訴える意思を示しているが、事実関係は否定していない。1月15日、 オランドは不倫の事実を認めた。これによりトリール・バイレールは10日間寝込み、2014年1月25日、関係を解消。2015年9月ギリシャ議会総選挙でシリザが勝利したが、オランドはアレクシス・チプラスの勝利を祝った最初の主要国首脳であった。オランドはその選挙結果をチプラスの大きな成功であるとし、ギリシャは多数による 安定政治の時期が必要だと述べた。2007年、事実上の妻である、セゴレーヌ・ロワイアルが大統領選に敗北して間もなく、フランス高級誌、ル・モンドの記者二人による、著作、運命の女が出版された。これは、それまでおしどり夫婦と見られたオランドと、ロワイアルが10年以上前から仮面夫婦の状態であることを暴露したものである。 同社の中には1995年にロワイヤルが大統領選出馬を考えていたが、オランドが反対したことや、オランドの浮気などの様々な面で対立や圧力が両者の間にあったことを綿密な調査のもと書いている。オランドとロワイヤルはこの本の内容を否定したが、フランス国内では15万部が売れるベストセラーになった。なお2007年6月に両者は別居し、 関係を解消している。さらに、2014年に関係を解消したバレリー、トリール・バイ・レールも、オランドとのエリゼ宮殿で過ごした日々を綴った、暴露本を出版した。この本で、オランドは決断力のない指導者として描かれている。またオランドについて、彼は、自らが富裕層が好きでないように見せているが、実際には貧困層を嫌っている。 プライベートでは貧困層を無力だと呼んでいると本の中で語っている。このバックロボンは庶民派として若者や労働者層を支持基盤としてきたオランドにとって打撃となっており、オランドは本の内容について私を傷つける嘘であると反論した。オランドはフランス語でオランダより競技的にはホラントを意味し、オランド家はオランダ系の家系である。 ウィキニュースに関連記事があります。フランス大統領にオランド氏当選。ありがとうございます。